はい、下げすぎな新潟人の飲酒動画です。今回もスミノフのアイスのオレンジバースト。オレンジジュース味ですか、無果汁でアルコール度数 5%。スタイリッシュなボトルが魅力の低アルコール飲料。甘さすっきり弾ける、オレンジテイスト。過去無果汁。原産国が韓国。原材料がウォッカと糖類と酸味料と香料と、黄色4号と黄色5号。となってますね。以前、前回飲んだこっちの方がさ、果汁 9% も含まれてたんだけど、もう急激に無果汁になりましたね。なんか、この新しいラベルになってから、なんか、いい思い出がないんだけど、全部無果汁じゃない。スミノフ。最近あれなんだよ。なんか無果汁ばっかっすね。乾杯。うん、やっぱり昔、今のスミノフのアイスシリーズは全部多分無果汁っぽいね。うん、なんや、原材料高騰したんかな。わからん。そう、最近ね、関係ないんだけど、昨日ですね、俺の、マンション、まあ、アパートか、アパートの隣の部屋なんですけど、隣の部屋がやけにね、通るときに、手前のその、こう通ってって、で、その隣の部屋があって、その後に俺の部屋があるんだけど、そこ通るときに、なんか臭いんですよ。その隣の部屋が通るときに臭いんですよ。で、何の匂いなんかなと思って、下水かなんかかなと思って、管理会社の方に、アパートのね、管理会社の方に電話したらね、クラシアンの、人が来るって、水漏れとかのね、人が来るって言われて、そんで、その人が来て、で、確かに臭いですね、って言って。で、まあ、どっから来てるかちょっと調べますんで、みたいなことを言って、ちょっと調べてくれるって言うから待ってたんだけど。そしたらね、どうにも、やはり、隣の部屋が、目の前に来ると明らかに臭い、という話になってます。でね、もしかすると隣の部屋が、かなりのゴミだらけで、の可能性があると、言われて。で、次の日、今日ね、その管理会社の人が、その隣の部屋に入ったんですよ。で、ピンポンピンポンってやって、入りに来たんですけど。で、その後に俺に電話が来て、やっぱり、隣の部屋が、ものすごい、ゴミ屋敷だったみたいで、で、そういうね、苦情が来てるっていうことを、なんか伝えたらしいんだけど。それで、その、管理会社の方が、後日、業者呼んで、そこの隣の部屋の、ゴミをね、片付けるっていう話になったんで、まあ、良かったですね。俺がここ引っ越してきたのが4月の1日なんですけど、1日の11日だったかな。なんですけど、その時からもすでに臭かったんですよ。まあ、そういう人いるんだね、やっぱね。なんであれなのかね。よくわかんないですけど。だって扉開けてるわけじゃないのに、閉めてるのに、もう匂ってくるっていう時点で、相当なんですよ。相当なんですよ。だから、参りましたね。
まあ、ということです。そして俺は、最近受けた面接が、派遣会社のね、最初派遣会社の、登録みたいなのに行ったんですけど、その後にその顔合わせがあるって言って、その派遣先のね、にね、顔合わせがあるって言って、顔合わせ行ったんですけど、俺ともう二人いて、45歳ぐらいの人と55歳ぐらいの人がいたんですけど、その人たちと一緒にその派遣先に顔合わせに行ったんですけど、で、昨日、その、電話が来て、申し訳ありませんが、残念な結果となってしまいました、とかって言われて、ね、それはずっともう受かったもんだと思ってたんですよ。もう顔合わせっていう、だから面接じゃない、顔合わせなんです。だからずっと、顔合わせっていうのも、決まって、で、顔合わせに行くのかなと思って、もう、結果はもう決まってんのかなと思ったんですけど、実はその顔合わせこそが、面接だったという。知りませんでした。はあ、そんで今までずーっと、受かった受かったと思ってて、あ、やった正社員だ、思ってたんですけど、そう甘くはいかなかった。で、今日、そろそろね、お金もやばいんで、リスナーさんにね、なんだ、日雇いのバイトがいいっていう話を聞いたんで、ちょっと、月曜からちょっと、日雇いの、ね、バイトへね、あ、それも登録会があるんですけど、登録会の方に行って、日雇いのところにね、で、働こうかなという感じでございます。あれにしてもあんまうまくねえな、これも。いや、オレンジはオレンジなんだけどさ、なんか、なんか甘すぎるな。なんか変な甘さがあるな。まあ、日雇いって言っても、なんか日雇いの、まあ、ググったら出たんですけど、日雇いのね、なんか、バイトのところがあって。日雇いって言っても、登録らしいんで、1日で終わるってわけじゃないみたいな。そこの結局日雇いも派遣らしくて、そこの派遣に登録して、で、そっから、仕事が、こう、送られてくるみたいな感じなんでしょうね。マジでもうそろそろ金がね、貯金がつき始めてきたんで、いい加減にちょっと働かないとやばいんですよ。今まで、4月から来て、今のところ、まあ、全部ニートでしたからね。完全ニートだったんで。で、いろいろまあ、ハロワン行って探してたんですけど、面接も何度も行ったんですけど、ダメで。ダメですね。生きるって辛いな。マジで。生きるって辛いぜ、本当に。俺本当に言うけど、もしの話だけど、もし結婚して子供が、結婚したとした、しても、絶対俺子供は作りたくないですね。なんでかって言うと、俺が、俺自身がこんな世界に生まれたくなかった。だって、仕事辛いわ。
で、うつ病なるわ。ね。嫌なことばっかりだわね。こんな世界に生まれたくないですから。絶対俺は子供いらねえ。結婚しても子供絶対作らねえ。まあ結婚もできないと思いますけど。まあでも、うん。少なくとも、こんな世界は俺嫌だぜって。だから言ったんだよ、俺、親に、母親にさ、こんな世界に生まれたくなかったって。言ったんですよ。うん、母親には、ね。俺、もう何度も思ってるけども、こんな世界に生まれたくなかった。生まないでくれればよかったって言ったんですよ、俺。母親に。産まないでくれる、作らなければよかったねって言ったの。そしたら、その母さん、母親は、みんな辛い思いしながら生きてるんだよって言ってました。じゃあ意味ねえじゃん。辛い思いしながら生きてるって、なんかおかしくないっていう感じはするよね。まあ、ということです。それだったらお前、別にこんな世界生まれたくなかったわ、と。ほんとそんな感じっすよ。マジで。はい。ということで、4443です。ご視聴ありがとうございました。